TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。さあ今日は3月20日、なのですが、小杉さんに、アナウンサーの小杉さんに、もしかするとメイビー今日は桜開花宣言あるかなっていう話だったんですけど、なかったですね。でももうバンバン春の気分だもんね、外は。だから多分、数日で明日明後日ぐらいには、21、22ぐらいまでには開花宣言が出るんではないでしょうか。さあそれでは最新の TOKYO HOT 100トップ5をチェックしましょう。5位は Zedd and Allo Black Candyman。 オンエア好調で先週10位からスパッと半分、5ポイントアップ。4位はアイコ、もっと、シングルセールスを稼ぎ先週19位からトップ5入り。3位はキング、The Greatest。 ロサンゼルスの女性 R&B トリオ、その名もキング、 J-WAVE のオンエア好調で先週8位からトップ3入り。おっと、2位はスミレチル、畑本博スミレ、ナンバーワンは2連覇でストップ。ということで最新の TOKYO HOT 100ナンバーワンは The 1975でした。イギリスマンチェスター出身の4人組、リリースになったセカンドアルバム、地元全英チャートのほか全米でもナンバーワンを獲得、日本でも売れて東京チャート初の1位。 The Sound、 いかがですか、どうですか。次回 TOKYO HOT 100の放送は3月27日、100曲カウントダウンに加え、ゲストは赤井公園と藤巻亮太の2組。どうぞお楽しみに。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100